E-Radio 77.0. Come together, all you radio lovers. Beginners are welcome. Charge.ではここでチャージウィークリーレコメンドソングの武藤あゆみさんからコメント届いてます。チャージのリスナーの皆さん、そうこうさん、こんにちは、武藤あゆみです。今週は月曜から私武藤あゆみが毎日登場してお話をしてきましたが、今日でついにラストです。最終日は私の今後の予定を紹介したいと思います。まずは皆さんの一番近くになると思うのですが、タワーレコードヌー茶屋町店さんで iPop リリース記念イベントを行います。日にちは3月8日日曜日、時間が夜7時からです。お時間ある方はぜひ遊びに来てください。そしてワンマンライブも決定してます。日にちは4月29日水曜日、場所が東京の渋谷公会堂です。なんとこの日は私の誕生日でもあります。なのでタイトルはバースということで、たくさんの方にお祝いしていただけたら嬉しいな。よろしくお願いします。これからも応援していただけたら嬉しいです。それでは最後に、昨日リリースのセカンドアルバム iPop からパラレルワールドを聴いてください。以上、武藤あゆみでした。バイバイ。武藤あゆみさん、4月29日が誕生日、昭和天皇と同じ誕生日ですね。10代最後の誕生日に渋谷公会堂でワンマンライブが決定しているということですよ。ヌーチャーやまちは3月8日日曜日7時からです。昨日リリースのセカンドアルバム iPop からパラレルワールドをお送りしながらですね、エンディングに突入していっておりますけども、ではここで